たちを応援するジャガーで買います。スクジャのお米、よいしょ。視聴者の女性からいただいたちょっぴり不幸でへこんだ話を番組で買い取っちゃいます。今週は化粧にまつわるメールを集めました。スタジオの審査員が判定し、1ジャカウ札で、今女の子の間で話題の通販サイトジャカウの500円分の商品購入ポイントをプレゼントします。はい、満点ジャカウの場合は1万円分のジャカウ商品購入ポイントと素敵な商品をプレゼントします。 OK。 はい、それでは本日の5つ目、はい、大学生春菜さんからのボコメール。先日彼氏と映画を見に行った時のこと、ラブストーリーで涙がぐしょぐしょになったせいで、私のマスカラとアイシャドウまでぐしゃぐしゃ、ホラー映画見たいと言われた。あー、切ない。泣いてるからね、隣で泣いてるから、そこはそこまで気にはなんないけどね、しょうがないことだからね。さあ、このボコメール買いますか。せーの、ドン。あ、お母さん逆やねそれ。あ、お母さん最近ご無沙汰でお母さん。リアルなお母さんじゃない。たぬき買う。はい、たぬきを買う。四ジャカウ。お、四ジャカウだね。四ジャカウということは、お、2000ポイント。2000ポイントです。はい。と、と豪華商品もプレゼントします。いやでも女性気になるもんだね、やっぱそういうの。言われちゃうとショック、うん、だからちょっとお手洗い行ってきたらとか言って気づかせてくれるのが一番いいかな。男性、そんな男性ふさっとこうね、タオハンカチなんか差し出した。それもいいです。それもいい、もういいんだ、もういいんだ。ウォータープルーフとかで先に、先に気をつけていきますね。そう、まあ基本ね、鏡の前でしっかりやった割にはみんなぐしゃぐしゃですもんね。その角度ありなんですか。そんな鋭角に入ってもいいんですか。原田さん、ぶしゃぶしゃなのはお母さんだけで。個人攻撃。それでは春菜さんに励ましの一言を岸さんお願いします。はい、ウォータープルーフを使いましょう。そうだね。アルバイト桃子さんからのボコメール。この前私の彼氏にメイクをしてあげた。すっごく似合っていて私より綺麗。その2ヶ月後、なぜか振られた。どういうこと？どういうこと？目覚めちゃった。化粧に？そっちに目覚めちゃったってこと？はい、それでは皆さん買いますか？せーの。あ、買ってあげよう。買ってあげようよ。紅茶買うということは2500ポイントと豪華商品をプレゼントします。あまどちゃん、はい、私もやったことあるんですよ。あのお化粧、どんなメイクしたその時。でもなんかちょっと可愛くするバージョンもあるんですけど、ちょっとひどい顔にしてやろうかなと思ったりとか、すごい自分で使わない紫のなんかアイシャドウとか。あ、その後縛って吐く息させて、すごいね。メイクされたことある女子に。いや、ないですよ、そんなこと。興味ないしね。そうですね、恐ろしいね。その後振られたっていうのが恐ろしい。目覚めちゃったと、ね、目覚めた、目覚めたってことなんですか。イケメンの人が多いんだよね、そういうの。あ、目覚めるのが。目覚める人綺麗になっちゃうんですよね。そう、綺麗になっちゃうから。俺らやってもな、いや、もう無理ですよ。無理です、笑いすぎやろ、お前。はい、じゃあそれでは、桃子さんに慰めの一言を原口さんお願いします。メイクはほどほどに。ということで今週は以上のメールでした。さて、ジャカウでは新規会員登録された方にもれなく500円分の商品購入ポイントをプレゼントしています。詳しくはジャカウホームページをご覧ください。このコーナーでは皆さんからのボコメールをお待ちしています。なんとメールが選ばれなかった方にも抽選で5名の方にジャカウおすすめコスメと1000円分の商品購入ポイントをプレゼントします。どしどしご応募ください。待ってます。よいしょ。